はい、どうもです。おはようございます。カブくんです。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、イギリスグランプリ大会が始まりましたんで、まず、ペアのショートプログラム、これを全選手見てきたんでお話ししていきたいと思います。はい、でまずね、今回ね、ちょっとやっぱイギリスのグランプリが初めての催しということでですね、ちょっとこうカメラワークであったり、特に前半の方がね、まだこう慣れていないかなっていう感じがありましたね。うん。ちょっとなんか変な音が入ってしまったりとか、その ISU の音が入ってしまったりとかね。うん。なんか、ちょっとこうカメラワークもちょっといまいちだったかなっていう感じはしますけど、僕は無料で見てるんであんまり文句は言えませんけど、なんか他のスケートアメリカとかに比べるちょっとね、カメラの感じが、もうちょっと違う風に見たかったなとか、あと、最後のスローモーションで見せてくれる演技振り返りのシーンなんかもちょっと見づらかったかなと思いますので、やっぱり、初めてグランプリシリーズが、イギリスで開かれたということなんで、それもあってか、ちょっと手こずってるのかなっていう感じはしますね。うん。はい。で、そんな中でペアの、男子、ペアのね、ショートプログラムから見てきたんですけど、お客さんが結構入って来てるかなっていう印象がありますね。うん、もしかしたらフランス大会よりも入ってるかなという感じがします。で、会場がそこまで大きくないのかなっていう、テレビのせいかもしれませんが、あんまり大きくなかったんですが、結構盛り上がっていてですね、お客さん比較的入っていたかなっていう感じは僕はします。うん、なのでそこは非常に良かったかなっていうふうに僕は思っていますね。うん、はい。そんな中で、これからもしロシアがグランプリシリーズがロシアで開かれなかったりする場合は、ずっとこれからイギリスとか、やっぱ継続していくのかどうか、そこも気になりますけど、とりあえず今回はイギリス大会ということで、非常に良かったですね。結構このようにね、グランプリシリーズ年々年々同じところじゃなくて違うところで開催するっていうようにしていくっていうのもなんかいいかもしれませんね。とてもなんか斬新さがあって僕はいいと思いました。はい。迷い気が長くなってしまいましたね。うん。で、今回、ペアに関してはですね、7組だけですね、の、エントリーになっています。だから、そもそもペアは少ないですね。フランス大会の時も7組くらいしかなかったですね、それこそね。なので、イギリス大会でもそこまで数はいなかったかなと思います。うん。はい。そんな中で、ちょっと僕が見て、思った印象に残った選手、お話ししていこうかなと思うんですが、やはり1位の組のね、アメリカのアレクサとブランドン組。いやー、もう圧巻でしたね。うん。もうすべての要素がもう抜け目なく素晴らしかったと思います。うん。ほんとすべての要素があったですね。技もほんと良かったし、トリプルトーループで女性がちょっとこらえたんですけど、でも入ったし、スロージャンプの、スロートリプルフリップもすごく綺麗な流れ。ちょっとね、軸大丈夫かなと思ったんですけど、転ばずにですね、非常に綺麗に流れていったと思いますよ。うん。はい。あとですね、スピード感もすべての技でスピード感があったと思うし、曲にも非常に合っていたと思います。うん。あと、コンビネーションスピンなんかも非常に素晴らしい回転速度だったかなと思いますし、デススパイラル、バックインサイドからのデススパイラルもすべてね、良かったですね。はい、5アクセルの、グループ5アクセルラッソーリフトもレベル4を一応速報値は獲得できているんで、ほとんど取りこぼしかなかったんじゃないかなと思いますね。うん。そうですね。うん。はい、そう思います。うん。はい、取りこぼしなかったと思いますね。うん。で、それだけじゃなくてですね、彼らは、衣装が今回の銀の衣装を着て、結構その他の組にはない、斬新性っていうのがあったと思いますので、そこも非常に良かったですね。ちょっとこう、曲がですね、セパライトウェイズっていう曲を使っていまして、この曲なんか非常に衣装にも合ってるし、とても斬新性があって、工夫とかもあって、とても見応えがあったかなと思います。うん。なんかこう、宇宙空間にいるような、そういった曲かなという感じはちょっとしますけど、良かったかなと僕は感じますね。はい。で、特にね、一番最初、こう、男性がこういう風にやって、男性かな、男性がこういう風にやって、女性がその穴の中に入る、振り付けがあるんですが、そういうところの振り付け非常に良かったですね。こうやってやって、男性がこう輪っかを作って、で、女性がその輪、あの、まあ、女性しゃがんでますよ。しゃがんでて、女性がその真ん中のこう穴に入るみたいな。女性だったかな、
間違えしてかもしれない、僕。女性が輪っか作ったのはどっちかですね。どっちかが輪っかを作って入ってまして、そのシーンなんかすごくこうインパクト残ったんで、結構面白い振り付けかなと思いましたね。で、その後も、また輪っか作って、横に輪っかを作って、まあ、こう、なんか入っていったりとかするシーンがあって、ちょっとこう、振り付けのなんかリフトっぽい、振り付けもあったんで、まあ、それリフトじゃないんですけど、でもなんか振り付けでそういうリフトっぽい動きがあったりして、お客さんも拍手をしていたんで、このシーンは結構、このアレクサ・ブランドン組、非常にインパクトに残る出だしかなと思いました。もう一番最初からね、引きつけたなと思います。うん。お客さんも結構拍手してて、まあ、この一番最初からですね、わ、これはすごいのが来るぞっていうのを予感させられるような、まあ、そういった演技のスタートだったかなというふうに、僕は感じます。うん。で、つなぎも良かったし、リフトのところの、まあ、振り付けだったりとか、まあ、表情だったりとか、それから一つ一つの技と技のつなぎの部分なんかも、まあ、キックが入ってたりとか、まあ、結構ですね、いろんなあのつなぎの技が、細かく入っていたんで、これは結構この国めちゃくちゃ強いかなという感じがします。うん、まあ、ぶっちゃけ、りくりゅう、結構大きなライバルになってくると思うんで、まあ、世界選手権に出た場合は、まあ、このアレクサ・ブランドン組が結構いい得点を出してきて、まあ、りくりゅうを、との、りくりゅうと非常に大きなね、ライバル対決になるかなと思いますね、ちょっとね。なので、今後注目というふうに感じます。うん。わかりませんか、猫もね。はい。で、得点も非常に点数が高くて、テクニカルエレメンツが 41.36。プログラムコンポーネンツが 34.52 なんですね。うん。なので、この組、総合得点 75.88 なんで、りくりゅうを超えたかな、あれ超えてないっけ、あれどうだったかな、うん。ちょっと忘れましたけど、結構、りくりゅうも70点出した。72点かな、りくりゅうは確か。だから、まあちょっとミスはあったと思うんです。今回は完璧だったんで、アレクサ・ブランドン組、これ完璧にやってくると、りくりゅうとの対決の時にかなり注目になってくると思うんで、まあちょっと今後目が離せない選手かなというふうに感じますね。勢いもスピードもあり、とてもあの技がシャープであり、ちょっとバランスを崩すことではですね、まあ失敗がないと思いますので、まあ、この組は結構実力高いというふうに僕は思いますね。うん。はい。まあこのそもそもね、このアレクサ・ブランド組一番最後滑ったんで、一番そのこの中では一番この、あれですね、ランキングが一番いいということなんですけどもね。はい。印象に残りました。非常に残ったんで、フリースケーティングを楽しみにしていきたいと思います。はい。あとはですね、イタリアのサラ・ニコロですね。あ、サラとニコロ組。この組も非常に良かったですね。結局2位になった選手ですけど、イタリアの組で。彼らはオブリビオンですね。単語のオブリビオンを使っていたと思います。うん。2戦目ですよね。はい。うん。で、彼らも非常に、他の組にはない花があったというふうに感じますね。うん。まあ、最初のトリプルツイスト。まあ、これは良かった。ちょっとギリギリかなと思いましたけど、でも加点はついていたかなと思いますね。あと、スロートリプルループが非常に綺麗に決まりましたね。うん。スロートリプルループ非常に素晴らしかった。で、トリプルサルコー、サイドバイサイズのトリプルサルコーも、これは非常に綺麗に決まったと思います。はい。それから、ファイブレッドの、ラッソーリフトもレベル4を獲得したと思いますね。うん。もう引きつける演技でした。最後はもうガッツポーズが出てましたね。うん。だから、まあ、ちょっと、やっぱり、結構納得したのかなっていう感じがしますね。うん。で、得点が、まあ、68.69 で、まあ、テクニカルエレメンツが 38.05 ですが、プログラムコンポーネンツがこれ 30.64 なんですね。うん。だから、アレクサ・ブランドン組よりは、プログラムコンポーネンツのところで4点ぐらい差をつけられてるんで、結構アメリカの組の方がやっぱりすごい、やっぱ印象には残りましたけど、ただまあ、イタリアも 68.69 は結構強いですね。うん。なので、まあ、フリーしたいですけど、まあ、この組がまあ2位ということになっていると思いますね。まあ、ミスも本当なかったですね。うん。はい。これは、彼らも2戦目ですね。うん。彼らは2戦目ですね。はい。そう思います。うん。あとはね、印象に残ったのは、本当もうね、上位の選手、今回はもうなんか、まあ、気持ちよくっていう方ですけど、まあ、本当上位の選手が本当にいい演技だったかなっていう感じがします。うん。ドイツのレティジア・ルイス組ですね。レティジアとルイス組ですね。彼らは、In the Air Tonight っていう曲を滑っていたと思いますね。うん。この組も結構良かったかな、とはいうふうには感じます。コーチはね、ちょっとこう、黒人じゃないか。まあ、非常に有名なドイツ人ですよね。うん。このね、コーチはね、とても可愛らしい、フリースケをやってた。
バンクーバーだったかな、バンクーバーで非常に可愛らしい振り付けだった気がしますね。ちょっと覚えてますよ。あれ何だったかな、でもメダル取った気がしますね、オリンピック。確かね、うん、このコーチ知ってると思ったらドイツのね、男性ですよね。うん。で、トリプルツイスト、これ非常に高さがあったかなと思います、最初ね。で、その後トリプルサルコー、これサイド、スロートリプルサルコーのとこで、まあ、ちょっとツーフット、着氷が2フット気味かなっていう感じでしたね。まあ多分2フットですね。うん。まあ2フットって解説は言ってましたけど、まあ変な2フットじゃなかったんで、まあだからまあ、その、まあギリギリ2フットな感じがしますね。ただまあダブルアクセルがちょっと良くなかった感じがあったかなというふうには思いますけど、でも決まったのかな。うん。あとリフトのところですね。これも非常に素晴らしかったかなと思います。ラッソーリフト。これはグループ5のラッソーリフトですね。これはレベル4。これ GOE も1点以上取れてましたね。うん。彼らは音も非常に壮大で良かったと思います。選曲が素晴らしいですね。だからこの上位3名は皆さん選曲が良かったし、センスも非常に良かったというふうに感じます。うん。ステップシークエンスも速報値はレベル4を獲得してました。で、コンビネーションスピンも回転速度も非常に速かったし、全体的なスピード感も、劣ることなく最後までスピード感あったかなというふうに印象を受けましたね。はい。なので、とてもですね、この組も良かったと思いますが、テクニカルエレメンツが 32.64、プログラムコンポーネンツが 27.60 で、いずれもですね、2位の選手よりは、まあ、点数が離されて 60.24 で、8点以上は点離されてますから、まあ、60.24 ですね。なので、メダルが死守できるかどうかっていうところが、まあ、4位の選手、グルジアですけども、58.70 点差ないんですよね。はい。しかも PCS で負けてるんで、なのでまあ、ぶっちゃけこのグルジアのアナスタシア・ダニエリ組が結構、もし完璧にやってきたりとかすると、ちょっとね、抜かされる可能性ありますよ。うん。抜かされる可能性あります。はい。なので、まあ、フリースタイルで戦況変わってくるかなという感じがします。うん。この4位のグルジアのアナスタシアとダニエル組、この組も非常にカジュアルな雰囲気で、黒い衣装で、こう、革っぽい、まあ、その、レザーのような衣装で着てて、結構インパクト残りましたね。うん。こう、カジュアルな雰囲気で、なんか、彼らもステップ中の振り付け、男性の振り付けで、ステップシークエンスの時に男性がちょっとこう、脱力した振り付け、ちょっとこう、わざとらしく、こう、こんなヘラヘラってした、わざとらしい振り付けがあって、そういったところなんかも、この、アナスタシア、ダニエル組、ダニエルの方の振り付けですね、非常に良かったかなっていう感じします。なので、そこで引き付けたりもあったんで、この最終グループは4人だけでしたけど、この4人の皆さん非常に個性あってよかったなと思う。だからこのグルジアの組良かったですね。アナスタシアこれロシアからでしょうかね、多分ね。グバナーもアナスタシア、グバナーもねロシアから来たと思うんで、このグルジアのアナスタシアも多分ロシアからっていう解説でちらっと聞いたような気がしますね。はい。で、曲は I'll Take Care of You っていう曲を使っていたと思います。うん。トリプルツイストは非常に高さがあったんですよね。ただトリプルトーループで女性が転倒したんですよ。うん。トリプルトーループで女性が転倒です。だからこれがちょっと、点数的にはやっぱり呼びづらかったかなっていう感じがしますね。スロートリプルループは非常に良かったんですけどもね。ハイブリムのラッソーリフトも、これレベル3ですけど、これは、まあ、プロトコル表現だから何とも言えない部分あると思うんですが、ただこの4位のグルジアの選手が、総合得点がこれは、58.70 なんですよ。で、1個点灯があって、ドイツの選手が 60.24 なんで、あんま差ないですね。うん。まあ、ドイツの組もトリプルサルコーで2フットありますけど、まあでも、まあ、ぶっちゃけ点差ないし、PCS は、グルジアの方が高いので、まあ、ぶっちゃけると、うまくいってればグルジアの方が高いと思うんで、だからまあ、正直言うと、まあ、フリーで逆転される可能性ありますね。うん。だからまあ、グルジアのアナスタシアが、メダルを取るかどうか、まあ、つまりフリーはですね、まあ、このアメリカが、まあ、アレクサとブランドン組が、まあ、独走していく可能性は高いと思いますが、まあ、2位がサラ・ニコル、多分決定するんじゃないかと思いますけど、まあ、3位がですね、メダル争い、まあ、銅メダル争いとしてですね、このドイツとグルジアの争いっていうのが結構注目、加熱していくんじゃないかというふうに僕は思いますね。うん。だからドイツはミスが許されませんけど、グルジアは PCS も高いんで、ちょっと怖いですね。はい、そういうような印象を受けます。うん。まあ、そうですね。だからどっちが勝つかと、ミスしない方から順に順位が決まっていくっていう感じでしょうかね。うん。はい。あとはですね、地元イギリスのアナスタシア、
アナスタシアとルック組ですね。この組は、まあ、拍手は結構大きかったですね。ただ曲がですね、ちょっと音楽の選曲といいか、スピードもあんまりなかったし、まあ、曲もちょっと印象残んなかったですね、正直言うとね。まあ、ジャンプに関しても、まあ、トリプルツイスト少し着氷がミスっちゃったりとかもありましたが、ダブルアクセルは非常に良かったですね。サイドバイサイドダブルアクセル。これは綺麗に決まったと思いますが、スロートリプルサルコーでステッピングアウト入ってます。ただまあ、バックインサイドのデススパイラルだったりとか、コンビネーションスピンで回転が遅かったり、回転がばらけたりして、GOE マイナスを食らってたんで、こういったところで取りこぼしちゃったんですけど、ただ 50.29 っていうのは、これは彼らにとってはシーズンベストなんで、まあ、結構ね、キス食らったら良かったかな。まあ、最下位ですけど、でも表情は良かった方かなというふうに感じます。うん。はい。あとはですね、イタリアの、イルマとリッカルド組。うん。まあ、この組はね、そうですね。あ、この組そうだ。6分間練習の時にですね、スロートリプルループが本当に決まんなくて大丈夫かなと思って心配をしていたんですけど、本番ではなんとかこうね、トリプルループ。でもトリプルループ、これは2フットで降りてきてしまいましたね。うん。でも練習の時には、まあ、トリプルループこれ、ね、転倒してたんで、まあ、だからまあ、6分間練習よりはマシだったかなっていう感じはしますね。はい。あとは、まあ、全体的にインパクトとしては、まあ、まずまずかなっていう感じはします。まあ、ステップでもレベル3。コンビネーションスピンも速報値はレベル3で。グループ4のリフトがこれはレベル4を取れてますけど、でもなんとなく、まあ、ちょっとスピード感に欠けてるのかなっていう感じはしますけど、一応得点は 55.70 でしたね。はい。で、アメリカの KT 姉さん組。うん、この組は、そうですね、男性が結構ゴリゴリな感じの人で、だったと思います。うん。で、そうですね。うん。まあ、ツイストは良かったとは思うんですけど、そうですね。まあ、ツイストリフト良かったんですが、スロートリプルフリップがちょっと危なかったのかなっていう感じですね。ちょっとミスったのかな。うん。はい。あ、でもちょっと、まあ、ロマンティックなね、プログラムだったんですが、まあ、印象としてはちょっと残りにくかったかなっていう感じはしますね。はい。そんな感じです。はい。まあ、とりあえず、アメリカのね、アレクサ・ブランドン組がかなりインパクトやっぱ残ったんで、まあ、ちょっと、フリースケーティング注目になってくるんじゃないかなと思います。はい。こんな感じですね。で、結構面白かったです、やっぱりね。あ、なんだ、まだ、まだリフトのところがちょっとまだ、どういう風にレベルを取るかっていうところはまだ分かってなかったりするんですけど、だんだんね、目が肥えてきたと、ちょっと思いますんで、この調子で楽しんでいきたいと思います。はい。ではね、続きまして男子ショートを今から見ていきたいと思います。バイバーイ。